朝鮮内での争いだったのに、清、うん、も日本も入ったから、そう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 、なんか朝鮮の中で日清戦争だったってこと？そうそうそう、すみません。で、朝鮮とジャオ島半島が主戦場になる。まあ、そりゃ朝鮮と、あ、日本と清が朝鮮で戦ってるんだから朝鮮が戦場になっちゃうよね。なんか変な感じ。そうでしょ？これ流れも覚えられてしまう。そう。うん、よし。そしたらこれは一番大きなミセスだね。中国。朝鮮南部で高のミセスが起こる。日清戦争が始まり、ロシアなどによる。うん、講和条約を締結。どっちが勝ったんだっけ、日清戦争。日本。よし。ってことは？ロシアなどによる三国交渉だね。うん、三国。何三国？三国干渉。三国干渉って？三国干渉はなんだっけ？見て。